集団的自衛権の議論を安倍総理と再度行いました。まあ、この時取り上げたのは全体の今後の議論のスケジュールです。まあ、私は今までの総理答弁などを踏まえて、こういうスケジュールで考えているんだろうというものをパネルで示しました。一番問題にしたのは、与党間で協議をした後、国会での十分な議論がないままに、いきなり閣議決定してしまうというふうに安倍さんが考えている、まあ、その可能性が高いということでした。まあ、質問に対して安倍さんは、まさしく国会審議ということはほとんど考えていないということがはっきりしたわけです。前回述べたように憲法の大きな方針を変えかねない、そういう問題だとすれば国民の理解はこれは不可欠です。まあ、そういう意味で、国会における審議を通じて、国民に問題の所在、その重要さというものを十分理解してもらうということは、これは絶対に必要だということを申し上げたところです。まあ、この問題はその後公明党やあるいは自民党の中でもさまざまな議論を呼び、もう少し慎重に進めた方がいいという一つの流れにつながった、まあ、そういう私のやり取りです。で、その上でですね、まあ、総理がいろいろ言われましたが、まあ、私は憲法解釈の変更はそれは内閣で行うということですが、しかし集団的自衛権の問題は歴代内閣が集団的自衛権の行使は憲法9条は許容していないということを言ってこられたわけです。で、その解釈を変えるということですから、それは安倍内閣一つの内閣で簡単に変えられるものではない。まあ、だからこそ総理はいろいろ手続きをしておられると今言いましたけれども、これは内閣もそうだし、国会もそうですよ。国会で内閣のさまざまな、特に集団的自衛権の行使は憲法で許容されていないという解釈を多数は、国会の多数は受け入れて、その前提でさまざまな議論をしているわけですから、これはやっぱり国会でもきちんとした議論がなければ、内閣が集団的自衛権の行使の解釈を変えますと、憲法解釈を変えますと、それで済む話ではない。にもかかわらず、総理が、まあ、私が決めますというような答弁をしたことが非常にですね、私は傲慢な印象を与えたんだというふうに考えております。これまた後ほど申しますけれども、国会におけるしっかりとした議論ということを申し上げておきたいと思います。そこで、今総理はですね、スケジュール的なことも言われました。で、先般の海江田代表に対してもこういうふうにお答えになりました。まず安保法制項の結論を得たところで、与党においてしっかり議論をすると。で、必要があれば解釈をどう判断するかということについて、政府一体となって法制局を中心に判断する。で、その上で、自衛隊はどう動かしていくかについて、根拠となる法改正が必要となるので、国会で審議していただくと、まあ、こういうふうに言われました。で、その総理の答弁をもとにですね、予想されるスケジュールというものを作っていました。この1、2、3、4が今私が読み上げたもので、総理が先ほどお話になったことであります。で、まあ、4月に安保法制項において結論が出るというふうにされています。で、与党において議論をすると、そして必要があれば法制局中心に判断をして、まあ、これは私の想像でありますが、その後憲法解釈変更の閣議決定をされるのではないかと、まあ、これ与党の調整がどのぐらいかかるかにもよりますけれども、まあ、初夏ぐらいにはそういうふうになるのかなと。そして、具体的に根拠となる、まあ、自衛隊法なり個別法の改正、あるいは法制定について国会で審議をすると。で、これは秋になるのか、あるいはその最後にあります日米防衛協力のガイドラインの見直しが年内ということになってますから、その後でそういう法案が出てくるのかと、まあ、こういうふうに想像するわけですが、大体こういう流れで総理はお考えですか。安倍内閣総理大臣。まあ、この4月とか夏とか、これはですね、これは分かりません。まさにいつということではなくて、安保法制法において深く広い議論をしていただきたいと、こう思っておりますので、まあ、時期、期限ありきではなくて、今、議論が行われているわけであります。まあ、しかし、中身としてですね、中身としてどういう進め方をしていくかということについては、安保法制法において結論を出していただき、まあ、ただ今、先ほど岩屋議員との間で議論になっておりました、武力攻撃に至らない、
段階における、まあ、自衛隊の、武器の、使用等についての、まあ、課題についての議論もしておりまして、まあ、シームレスにしなければいけないという、観点から、まあ、様々な議論もしておりますので、多少時間がかかるかもしれませんが、この結論を得た上においてですね、まあ、先般も答弁をいたしましたように、まあ、法制局を中心として、政府としてどう解釈を、変えていくか、あるいは変えていく必要があるのかということについて議論を行いながら、当然その間、与党とも協議をし、そして、まあ、基本的にはですね、基本的にはやはり、まあ、閣議決定を ということになっていくんだろうと、思います。そして、その、上において、必要があればですね、自衛隊法等の解釈、自衛隊法等の改正を始めていく、ということになるのであろうと、このように思います。岡田君。まあ、大体私が予想するようなスケジュールをお考えだということですが、ここで最大の問題は国会でいつ議論するのかということです。国会で総理は従来の答弁では具体的な自衛隊法の改正なり個別の法律が出てきたところで審議をいただくというふうに言われてますが、その時にはもうすでに憲法解釈変更の閣議決定がなされた後、場合によってはそれから半年以上時間も空くかもしれない、既成事実は積み重なっている。それで本当に国会としての責任を果たしたことになるんでしょうか。集団的自衛権の問題は戦後ずっとこの国会でもさまざまな深い議論がなされてきました。したがってそれを憲法解釈を変えるということであれば、当然国会においてしっかりとした審議をする、あるいは国民に対し例えば公聴会などもやり、あるいは国民の皆さんに理解していただくためのちゃんとした議論がなされなければ、それは政府が勝手に走っているだけということになります。これ与党の皆さんも同じだと思うんですよ。やっぱり同時に国会議員であるわけですから、政府が勝手に与党が合意して政府が閣議決定すれば済むという話ではなくて、やはり国会できちんと議論した上で閣議決定しなければならないと思うんですね。ところがこれを見るとですね、まあ、私は特に気になるのは、与党における議論が長引けば、もう国会終わってしまいますよ。で、国会終わったところで閣議決定やられたら、これは国民に対してきちんと理解していただく、そういう審議はできないわけですね。まあ、したがって私はこの国会でしっかりとこの集団的自衛権をめぐる憲法解釈について議論すべきだと、あるいはそれをきちんとやった上で閣議決定をするなら必要ならする、まあ、そういうことにすべきだというふうに考えますが、総理お約束いただけませんか。安倍内閣総理大臣。まあ、もうすでに、まあ、この国会の場においてずっと議論をしていることでもありますし、まあ、例えば、まあ、自民党についてはですね、自民党についてはずっとこの議論を行って、まいりました。いわゆる議員が指摘をしたように、基本法をそのために作るということになったわけでございまして、まあ、自民党的にはですね、この課題については、J ファイルにも書いて、ありますように、所在自衛権をの解釈変更について検討を進めていくということを明確にしているわけでございます。その上においてですね、国会での議論、これ国会での議論というのはこれはまさにいつでもこれできるわけでございまして、国会についてはいつでも、まあ、ですからこれ案は今の段階では示すことはできないということでありまして、今このまさにスケジュールに沿ってですね、しっかりと議論をしていくことが大切だろうと、このように思うわけでありますが、いずれかの段階においてはですね、もちろんお示しを国民の皆様にお示しをするわけで、ございますし、当然国会でも議論が行われるということに、なるわけで、あります。またですね、またその閣議決定、いわば案が完全に固まるのはそれは閣議決定において固まるわけで、ありまして、結論が出た後もですね、閣議決定に至るまではこれは、議論がまだ続いていくわけでございまして、ここで完全に固まるわけではないわけでありまして、まさに与党との政府としての立場について、政府としての最終的な解釈については、まあ、法制局を中心に議論を進めていく中において、そしてまた与党との調整を終えて、その上において閣議決定が出されて初めてここでですね、ここで完全に案は確定し、そしてその案でもって国会においてですね、ご議論をいただくということになると、このように思うところでございます。岡田君。
まあ、与党での議論もおそらく相当な議論が必要になると想像しますけれども、先ほど言いましたようにやはり閣議決定する、これはもう国として決めてしまうわけですから、それまでにきちんと議論をする、国会で議論する、まあ、そのことをお約束いただかないと、これはやっぱり国民から見たら政府が勝手に決めたということになってしまいますよ。で、先ほどの総理のこのご答弁から見てもですね、そういう疑念を抱くわけで、きちんと国会で議論する、まあ、そういう、まあ、場を作ると、そういうチャンスを作るということについて、もう一回明確にお約束いただけませんか。閣議決定までにそういう機会を作る、個別法が出てくるということじゃなくて、その前に、閣議決定の前にそういう機会を作るということをお約束ください。安倍内閣総理大臣。このスケジュールとしてもですね、スケジュールとしてもまず安保法制込んで、議論をして、その結論が出ます。それはいわば、有識者の懇談会としての安保法制込の結論であって、これはまだ政府の結論ではありません。まあ、ですから政府の結論はその段階では決まっていないということであります。そして安保法制込の結論を得てですよ、得た上において、政府としての検討が始まります。まあ、これが今どれぐらいで決められるかということについては、私は、まあ、ここで、申し上げることはできませんが、政府としての検討を進めながら、同時並行的に、与党でも、調整をしていただく、ご検討を、自民党公明党において、検討をしていただくことになります。その上においてですね、最終的な、ものが決まり、方針が決まり、案の決まりですね、それを閣議決定をするわけでありますから、閣議決定をしなければですね、閣議決定をしなければ、もちろん閣議決定をしていく段階において国会が開かれていればですね、その段階でご議論をいただきますよ。でもその段階では私たちの考えはこれですということはまだ申し上げる途上であるということは、あらかじめ申し上げておかなければいけないと思いますが、その上において閣議決定して案が決まったらですね、その閣議決定したものについて、これは、まさに案が決まったわけであります、考え方が決まったわけでありますから、ご議論をいただく。しかしそうなったとしてもですね、そうなったとしてもいわば、それに沿って自衛隊が行動活動する根拠法はないわけでありますから、自衛隊法を改正しなければならない、わけでありまして、その自衛隊法については国会で多数を得なければ、それは、いわば成立をしないというものであるわけでございます。政府の解釈について言えばですね、まさに、内閣としてその、政府としての解釈に、行政府としての解釈に内閣として責任を負うわけでありますから、先ほど申し上げましたようなスケジュールにおいてですね、閣議決定をが必要であれば閣議決定という方向に向かっていくということであります。岡田君。総理、はっきり言っていただきたいんですが、閣議決定の案を作る、その段階で国会でちゃんと議論すべきではありませんか。今総理は言われたのは、案を作って閣議決定する、その上でという、まあ、そういう趣旨でおっしゃったと私は理解しました。閣議決定する前であっても、政府としてこれでいきたいという案を作った段階で、やっぱり国民的な議論すべきじゃありませんか。それなしで勝手に閣議決定する。で、場合によってはですね、日米貿易協力のガイドラインなども その閣議決定に基づいて進めていく、いろんなことがどんどん進んだ上で初めて法案が出てきて、個別の法案が出てきて国会で審議される。しかしその時にはもう全部決まっていると。こういうことになったら、これ本当に後に大きな悔い残しますよ。だって問題はこれ、ずっとこの国会で、あるいは戦後日本が海外で武力行使しないという方針を大転換する話なんですから、その大転換することについて国会での事実上審議なしで、今は総理まだ決まってないと言って中身の議論されませんよね。そしてその大転換を国会の議論なくしてやってしまうということで、本当に総理いいんですか。それ